な歌姫ののちゃんとして知られる歌手の村方ののか5が14日、自身初となるオリジナルソング、ドレミの階段の新曲発表会を都内で行った。SNS でも注目を集めるののちゃんは、5歳の誕生日に合わせて、先月31日にオリジナルソングを3曲同時にリリースした。リリース記念となる今回のイベントには、保育アーティストの出口隆31と共に、さくらんぼ柄の衣装を着て登場。ののちゃんは、新曲、ドレミの階段を含む5曲を元気に歌い、上げ、振付師のラッキー池田が考案したダンスも披露した。またイベント中には、ののちゃんの実の妹で、あるひーちゃんこと村方ひなのも登場。生後9ヶ月でありながら落ち着いた様子の妹と共に歌に合わせて手遊びを楽しんだ。観客席の親子連れもののちゃんの歌声に合わせて手遊びを実践し、会場は子供の笑い声で包まれた。イベントを終えたののちゃんは楽しかった。ありがとう。と笑顔を見せ、最後まで愛嬌を振りまいていた。